じゃあ明日の宿題に行きますか。明日の宿題、明日のメンバーは、これは発表されてますか？されてない。じゃあ、でも私は知ってていい。私はなんとなくさっき聞いた人、合ってるかな、言っちゃっていいんですか。あ、明日のメンバーは堀ちゃんだそうです。なので堀ちゃんに宿題出します。はい、堀ちゃんへ。かわいくモンキー急に咳込む。かわいくモンキーポーズをウキ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 って書いてたらウキウキって言ってくれるかなと思って書きました。堀ちゃんはすごいお猿さんがすごい好きなのでモンキーポーズをねやってほしいです。こういうのとか、こういうのとか、なんか違うな、ブスブスだね、ゴリラだね、私がやるとねはい、じゃあそれを堀ちゃんよろしくね。はいはい、さあまず前回の配信メンバーかずみさんからの宿題投稿しようと思います。こちらですね。あの今日はですね、本当はみおちゃんが出演する予定だったんですけれども、私に変更になりまして、そうですね、みおちゃんを期待して見てくださった方には申し訳ないんですけれども、よければ最後までご覧くださいということで、こちらです。可愛くモンキーポーズを書いてますね。モンキーポーズってなんだろう。モンキーポーズ、モンキーポーズ、モンキーポーズってこういうことかな。こういうのとかだよね、多分。こういうのとか逆、モンキーってなんだろう。でもこんな感じ。あ、ウッキーウッキーって書いてあったウッキーウッキー。まあこんな感じですかね。みおちゃんは猿が大好きですから、昨日も猿の話をしました、みおちゃんと。フリップもあれなんですけどかずみさんがコメントしてく、わたわたがコメントしてくださった宿題が、お猿さんが私すごい好きで、まあ、なんでかよく自分でも分かんないんですけど、なんかそのお猿さんが好きだからお猿さんポーズをしてウキウキ言ってほしいっていう宿題があって、私ちょっと体調不良の方でできなかったので、やりたいと思います。あ、ちょっと緊張する。いきます。